なんだこれ、ヤシの桃源郷。こんにちは、あなたの心のオイスのちょうど癒しの桃源郷の響きです。よろしくお願いします。響さんに恋をしてしまったんだ。誕生日おめでとう。え、ありがとう。僕と真剣に付き合ってください。あ、言っちゃった。ダメ。ようやく言ってくれた。こちらこそよろしくね。ようやくヒロの派遣から主任に任されたんでしょ。頑張って。分かった。行ってきます。行ってきます。バイバイ。こんないつまでも頼りない夫ですが、私にとっては大事な旦那様なんです。